はい、えー、今回はですね、DRC の、えー、ドローン、型番がですね、D40。こちらを紹介していきたいと思います。はい、えー、まずはですね、セット内容の方から紹介していきたいと思います。えー、こちらがドローン本体になります。で送信機、えー、バッテリーが2本ついてきます。で説明書に、えー、予備のプロペラ。それとこちらがプロペラガードになります。それと、えー、充電用の USB ケーブル。こちらのバッテリーの充電用ですね。 あとドライバーがついてきます。セット内容は以上となります。それではですね、次にドローンの本体を紹介していきたいと思います。本体はですね、折りたため式のドローンになっています。で折りたたんだ状態が、えー、まあこのように手のひらに収まるぐらいのサイズになっています。で、重量はちょっと忘れちゃいましたけど、1 0 0万のドローンになっています。で、裏側がこのような感じです。 でちょっと展開して見ていきたいと思います。アームはこのように、なんていうんですかね。展開することができます。で展開した状態でも、このように、まあ、サイズはかなり小さめとなっていますで。裏側がこのような感じになっていて、バッテリーの差し込み口が、このようにカートリッジ式、あ、まあ、スライド式になっています。で、電源ボタンがここですね。 でカメラなんですけどこちらのカメラはえ、まあ、手動になるんですけど角度の変更が可能となっていますこのようにですねもう、えー、垂直真下以上に角度を曲げることが可能ですはい、えー、機体の外観はこのような感じですで技的のマークはこちらに記載されていますあとここにですね LED ランプ がいいていますで次に、えー、送信機の外観を紹介してきます。裏側、えー、こちらが表になります。で電源は、えー、単4電池3本で動くようになっています。銀的マークはこちらに記載されています。でこのように、えー、中心部を開いて、ここにスマホをセットできるようになっています。で電源ボタンがあって、 ここがスピード調整、えー、左側がまあロー遅い、まあ、スピードで右側が、えーまあ、スピードが速くでこれが2段階調整ですねなっていますでここが、えー、録画写真と動画の録画のボタンになっていますでここがトリムの調整に使う時のボタンですねあとヘッドレスモードが一応ついてるのかな多分 でここ右上のボタンが、えー、ドローンを回転するモードともう1種類なんかモードがついています。ここが、まあ、ワンキーリターにワンキーで着陸するためのボタンになっています。えー、外観の説明は以上となります。じゃあ次にですねこちらのドローンのスペックの方を Amazon の販売ページの方からちょっと読み上げていきます。 で型番が D40 ですね。本体重量がバッテリー込みで7 0ムになっています。飛行時間、えー、こちらがバッテリー2個で20分になっているので、まあ、1個につき10分ということですねで。サイズの方が、えー開いえー、アームをまあ展開している時の、えー、サイズが 188mm、115mm の 41mm、折りたたみ時が 93mm、63mm、えー、41mm、 で、えー、送信機の周波数が2 4ルツ、で送信機の操作距離が約4 0ル、障害物干渉なしっていうふうになってます。バッテリー容量が3 7トの 500mAh、充電時間がこれの充電時間が90分ですね。で FPV カメラの、えー、録画の画素数が HD の 1920-1080p、えー、カメラの調整範囲が、えー、70度というふうになっています。 FPV の、えー、伝送、まあ、映像の伝送距離の方が一応30メートルというふうになってますね。保存形式、まあ、写真が JPEG で、えー、映像が AVI と MP4。操作モード、こちらモード1、モード2、えー、切り替えが可能となっていますで。スペックの方は以上となります。実際にですね、えー、飛ばしてみて、まあ、遊んでいきたいと思います。 じゃあまずはですね、えー、機体の電源を入れていきますで。次、送信機の電源を入れます。で、えー、次にですね Wi-Fi の接続をしていきます。であらかじめ、えー、これ専用のアプリ、えー、は、えー、スマホの本体に入れてある状態です。Wi-Fi を、えー、開くと DRC の, DR の FPV えー、まあ出てくるのでこれはタップしてあげればこの、えー、スマホと機体がまあ、リンクする状態ですねリンクする状態になりますリンクしたらあとはですね DRC のアプリを立ち上げてあげますでアプリ名は DRCGO っていうふうになってますでコントロールってところを押すと、えー、まあこのように電 映像が、まあ、スマホに飛んできているこちら映像となっていますでこちら機体と送信機のバインドはこう上下ってやると、えー、これでバインドとなりますじゃあですね、まあ、一応こちらセットしてまず最初に、えー、機体の、えー、ジャイロのリセットを行います、まあ、これ平らなとこでやらないとダメなんですけど ま、ここでやっちゃいますね。で、ジャイロンのリセットは角度をこれ、こうやって入れるとジャイロンにセットになります。じゃあ次も離陸していきます。じゃちょっと録画の方。あ、これ写真か。一回押すと、これ写真になるみたいです。で、長押しが録画の開始です。で、離陸はこのボタンでもできるんですけど、あ、できねえな。 離陸はこここのようにやるとプロペラが回り出すんであとは上押せば離陸ができますで今の状態なんですけどあのー、トリムの調整がうまくできていないので機体がこのように 安安定して安定ししてないですね手前の方に機体が何もしていない状態だと戻ってきちゃうのでこれをトリウムの調整で直していきたいと思いますトリウムの調整はこのボタンを押しながら押しながら よし安定したなこのボタンを押しながら、あのー、キーを入れていく感じですねもしこ,この状態で何もしてない状態で裏に来てしまう機体が後ろに、えー、動いてしまう場合はここを長押ししながらこっちのキーを上に入れてあげる感じです上に何回も入れてあげるとトリムの調整で機体がこう安定して飛ぶようになります 今ちょうど安定してますね今何もしていない状態で、まあ、ホバリングがまあ安定しているので、まあ、これでいいんじゃないかと,と思いますで右上のボタンを1回回すあ一1回横断軽く1個持つとこのように機体がぐるぐる回るモードに変わります で、もう1個あってもう1個あるのかここ登ったら長押しですね長押しするとこのように何ていうんですかねこのようなモード回るモードもう一回押してみます長押し長押しするとこんな感じで機体が回りますで何かキーを入れてあげると止まるとはいこんな感じです で今スピードの状態がなんていうんですかね2段階できて遅い方になってます遅い方のスピードだとまあゆったりとした感じですでちょっと2段階の速い方スピードが速い方にセットしますああ結構速いな 結構速い思ったよりスピード速いですね。